もう一回やるんです。だって決着ついてないですか。11。あ、11ね。じゃあ奥さんもどうぞ。抜いたら上に置くと。いや触りましたね。今そうですね。はい。ここそうですよね。そうですよね。そうですよね。はい。あ、え、なんでこんなできないの。あ、でもいける。回ったよ。回ったね。綺麗に綺麗に綺麗に。ただこれ踏ん張ることはまだできるよ。はい。厳しい。え、どういうこと？なんでこんなすっといかないの？力が変わっちゃってるんですよ。力がそこに。いやでもうまくすれば。あ、いった。やらかした。やる。いやだから上に乗っけんですよ。あ、上に乗っけ。この後が大変なんだよ。はい、三谷さん。でいいの？もう絶対にきつい。知ってるよ。いや、全然いけます。でもまあ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 、まあ、全然いけるの、これ全然。僕は30分楽しめますよ。そう、マジで？マジで？あーごめんごめん、これ見たらいいです。俺でいいよ、俺で。いやじゃあ今回の負けは三谷さんでございます。次の収録時に、はい、全員分の、まあおやつですかね。おやつ甘味がいいですね。甘味が、わかりました。ご自慢の甘味を。ご自慢なんかこう足してってるよ。じゃあご自慢のなんか買ってくるわ。じゃあ見たら次回、わかりました、はい、お願いします。じゃあお願いします。メモっときます。はい、じゃあ18番。はいはい。受けたい仕事は聞いたことがない人のインタビューをやりたいですね。うん、なるほど。今一番誰にインタビューしたいですか。まあ王さんなんですけどね。王さん。じゃあ3人挙げてください。え、王さん。王さん誰だろうな。長嶋。長嶋さんですね。 あと一茂。一茂。いや一茂やっぱすごい偏ってますね。一茂やっぱすごいなって思うんだよね。うん、何がですか。いや物の考え方がやっぱあの人独特じゃない。うん、やっぱ発想の飛び方がやっぱすごいなって思って。へえ。王さんってなかなか難しいんですか。王さんは結構厳しいですね。やっぱまあ今ちょっと迷宮会絡みのインタビューのお仕事知ってるんですけど、うん、迷宮会としてもやっぱ若い人を使いたいんだって。最近入った人の方がやっぱその野球人口減ってるっていうんで、その現役に近い人で、やっぱ結構ベテランは難しいっぽいんで。だって王さんと会って何を聞くんですか。もう知ってるでしょ多分一通り。聞きたいわけですよやっぱり。どうでしたどうでしたあのホームランっていう一本足打法のとことかもう聞きたいし、もう聞きたいことしかない。やっぱそうなんですね。山田久志が打ったサヨナラホームランとか、俺が見てないけど映像でしか知らないことがどうだったのかとか、初めて一本足打法やるって聞いた時にどう思ったのかとか。めちゃくちゃ早口になってますけど。あるからまたみんなキョトンでしょってなるからいいかなって思って。すごいっすね。王さんは聞きたい。王さんは聞きたい、本当に聞きたい。じゃあ断りたい仕事。断りたい仕事は誰だろうな。誰だろうってもう何。あ、インタビュー。インタビュー一択なんすか。じゃあ何、インタビューは基本やりたいなって思うから、うん、断りたい仕事ってもう、例えばオールナイトのお仕事って毎年来るじゃないですか。でやったことに関して書くのはいいんですよ。今年だったら20年の新年のあれはどうでしたかっていうんだったらいいんだけど、うん、もう毎年12月になると必ずオールナイトの思い出聞かれるんですよね。うんうん。でもう散々こすった話ばっかすることになるじゃん。はいはいはい、でも向こうはいいですそれでってなるじゃん。はんはんはん、うん、もうそろそろいいかなっていう。あ、なるほど。この話もなんかね、島田君が誰よりも早くね店の中に20万使って化け物語を売ってて、で朝の5時にホールの外で誰だよこの台遊びたいって、遊びやすいって書いたライターはって怒鳴ったみたいな話を何回も何回も書いてんだよね。説明ほうほうほう。でも何回も書いてもまあまあ面白いんだけど、うん、何回も結局同じこと書くからさ、あなんかねライターとしてちょっとあれかなっていう、うんう
ふうに思ったりはする。だから多いよね今って、アンケートものの企画すごい多いじゃん、新機種に強い台ないんで。ああ、そう、そういうふうになってるんですね。それはちょっと苦手かな、うん、俺も一切お断りしますね。あ、やっぱそうなんだ、うん、え、アンケートもの、例えば最近だとハーデスが撤去されるんで、うんうん、ハーデスのなんだらかんだらとかっていう、あ、そういうのが来たんですね、うん、まあ俺今の行きますね、そういうの、うんうん、どうですか、どう断るのそれ、うん、もういいかな、思い出せないなと思って絶対嘘だよ、面倒なだけじゃん、そんな、いやいや、本当に本当に俺書くのことはまあ思い出って大事じゃないですか、うん、うんうん、そうね、ああそうだね、奥さんあるの、何をやりたくない仕事、やりたくない仕事、遠出以外で、まあ時間が長い、うん、遠出以外で、うん、いや遠出はもう断ってるわけじゃん、断ってないですよ、ちゃんとやってますよ、僕も昔断るって言ってなかった、最近やってんの、やってますよ、マジか、どこまでが遠出っていうか分かんないけど、うん、ちゃんとやってますよ、本当、ごめん、日本国内だったどこでも、え、そうなの、すげえ、いや、まあ別に、いや、そろそろ あれによりますよ、内容による、内容によるんだ、とにかくお金じゃないってことだけはもう 100% そうなんで、関係ないですね、内容っすね、僕は。はーっていうと、やってみたいな、何なんですか、やってみたいこと、うん、なんかやっぱ僕は自由が好きなようで、自由じゃない方がいいみたいです、多少の制約、うん、なんかルールがあってやる方が楽なんで、うん、最近それに気づいたんですね、この何年間かで、だからちょっと自由な仕事はもうご勘弁と、あ、何やってもいいですよ、うん、みたいなのは、うんうん、なんかこう、ね、一つ二つ目標とか、はいはい、そういうのがあるのがいいなって、今回はこれしてくださいぐらいの感じが、そうそうそう、指示がある方がいいなという、それはやりますよと。木村さんはしてみたい仕事、うん、まあ大体やってるな、ね、そうでしょ、そうだな、そうなっちゃうんですよ、まあでも全然やりたいですね、まだ仕事、うん、なんで、あ、ついでだから言っとこう、もうそろそろあなたはまた僕説教モードになるよ、でも怖いよ今もうすぐあなた47になるんですよね、8になる、8、あ、48だ、はい、そろそろ俺が俺がっていうのもやめていいんじゃないですか、そろそろあなたはこう、うん、スケジュール埋めて、まあ、いつに浸って誰よりも忙しくちょっと待ってそういうのやめね、ね、やってますけどそろそろ後進を育て、まあ育ててます、正直僕なんかよりも、でも俺が俺がっていうのはそろそろ終わって、うん、次のネクストステージに立っていい時期にもう来てると思うんですよ、うん、あなたの場合特にそれ考えた方がいいですよ、つまり意図的に仕事を減らしてみるっていうのはどうですか、そうすることによって違う見方が出て、あ、もっと仲間が増えてあなたの理想郷ができますよ、本当ですか、絶対に減らすことで、うん、減らすことで時間に余裕が、だって、うん、今だってそうよ、牛尾くんととか、まあ、7人ぐらいでやってる仕事があってさ、この前新しくメンバー入れるとしたら誰かってなるんですよ、 もちろん木村さんの名前は出るんです最初に、でもあ、スケジュールないから無理っすねってなるんですよ、もったいない、取りこぼしてる楽しいことを、そんな楽しい仕事なんですかそれ、いや普通でもそうよ、取りこぼしてんのよ、うん、とにかく名前だけ一瞬出て、はい消えた、はい消えたっていうのを、まあ、もう俺の周りだけでも何回もあるから、うん、だからそんな埋めるの、まあ、埋めるの好きなんでしょうけど、うんうん、ちょっとやっぱ週2日休んでみるっていうのはこれまだ早くないですか、いやーもう48でしょ、でもその地位なら絶対次のステージに行った方がいいと思うんだよな、その方が次のステージは何なの、え、そのだから今現役バリバリをちょっと酒井さんまで行かないけど、そうそう、そっち系、ビートたけしとか大橋巨泉系、神岡龍太郎系、うん、そっちにも行き始める時代、はいはい、あの年齢だと思うんですよね、あ、ガッツガツだもんだって、いやまあまあだってこの前真紀子さんと飲んだらしいんですよ、うん、何日か前、うん、
お前降りろって言ったらしいんですよ、真彦さん。何から？俺と真彦さんどこかの人でやってる仕事を、うん、俺とバッチが入るからとりあえずお前とこいつは降りろって言ってそんなこと言う？すごいな、ね、メインでやってる人を降ろして、うん、まだなんか新しいことやろうって、うん、すごいな。ちょっと待ってあのねどうしようっていうわけですよ、うん、まあね、どうしようかっていうから、その番組をね、ね、で、じゃあそこが穴が開くと、うん、俺は出てやるじゃないですよ、うんうんうん、って言ったら、え、これって言うから、で別に奥さんにはいろいろね、あの借りがあるから、うん、そこじゃなくて、うんうん、いいよ俺ピンチヒッターで入る、うん、いいよその代わりが見つかるまで俺出てもいいよって言ったんですよ、うんうんうん、したらそうかとかって言ってて、うん、したらバッチが行ってその場にいて、ああ、俺もって言うから、あなた、じゃあ奥さんのバッチ俺でやっから、うん、もうお前いらねえわってそんなこと言う。そもそもその番組は彼女はアグレッシブではなかったと。ああ、はいはい、それ聞いてるでしょ、普通にね、うん、あのね、プレゼン段階でっていうのを聞いて、別に私はその、まあ、利用的にもすでに多いと思うからって言うから、じゃあお前はなるほど、ってだけの話ですよ。まあ半分冗談とはいえ、まだまあね、やるんだっていうね、ゴリゴリ、すごいな。じゃあ逆に言うと、うん、まあ俺は隠居させねえからな。俺は関係ねえじゃん。俺は関係、俺はもう老後が楽しくってしょうがないから。引っ張り出すからな。いや、俺は絶対楽しい老後が待ってるの。もうすぐ近く。いや、そういう話じゃなくて、まだ早いからね。いやもう遅いぐらい。球審持ってんだよね。どのパチスロライターにカバンの中に球審を常に持ってる人がいますか。ね、確かにね。いないよ。昨日ウイチさんに引かれたんですから。うん、なんか話してるカメラの前で、うん、これ何って言われて、え、球審って言ったら、ってなるよね。なんで持ってんのっつって説明して、うん、そうそうそう。いや、そういうことなんですよ。いいんですよ、僕のことはいい、とにかくね。まあ、うん、しないよ。どうしても俺とキムさんここ合わないんだよな。まあ全然違うよね、うん、そうそうそう。いや、絶対他にやるべきことっていうか、やってほしい人たちが手を差し伸べてほしい人っていっぱいいるはずなの、この業界に。ただここまでたどり着けない人っているんすよ。もうがっちり周りが取り巻きでイエスマンたちで固められてる、いつものね、イエスマンたちで固められてるわけですよ、全ての仕事が。本当、あんなに飲み会で俺喧嘩売られてるんだよね。イエスマンばっかなの。そう、一人だけ異端な人は確かにいるけど、異端児がいるけどね、噛みつく人が。しかもそれ誰も助けないから。助けないけど、まあでもね、そういう意識改革も、もう48ですよ。もう50まで、じゃあもう決めましょう。あなたがこうやってやっていいのは50まで。そっから減らしてください、うん、半分に。でもキングカズが現役でいるうちは俺も現役でって思っちゃうよ。なんでだよ。数は数でいいけど、そうですよ、本当に。いや、でもそう思いますよ。働くだろう。いや、だって金もあるし、別に楽しく生きていけるから。そう、うん、厳選していいし、その空いた分を他の仕事をやればいいんですよ。その新しい、まあね、新規、まあね、全然関係ない人、うん、ツイッターで書こうか、オファー。ああ、月10日間来月から休めるんで、木村さんとやりたい人を募集します、うん、なんかこの日空けてるから企画募集とかやればいいじゃん。そう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 、どんの会社でもいいです。いいから雑誌社とか何にも関係ありません、うんうん、したらほら、マガジンのマージャンのやつも一緒に出ようよ。すっげえカメラ回ってて普通の話してるけど、僕はマガジンのマージャンのやつに連名員として出ても問題ないですか、それなら引き受けます。出たいだって、ドテチンさんお世話になってるから恩を返したい。ちょっとそうね、あのマージャン大会で恫喝したの。そうだ、ドテチンかわいそうに、ただリーチかけただけで。土手さん、それマナールだよ。俺、君が話してんじゃん。ねえ、久しぶりやって話してん、楽しそうに。何そのリーチ。マナールだよ。すっごい言ってたでしょ。やるなぁ、ね。すっげえ受けた。それが。受けた。よかったね。よかったね。面白いってね。あ、そう、今思い出したわ、そんなこと。そう、だからそういうのあるから、
こうね、いろんな仕事をしたいなっていうことですよ、僕は。まあ、大きさはいいんじゃないですか。そう、しがらみうんぬんじゃなくて、はい、まあ、そうだね。そうそうそう、そのしがらみなんかないし、ね、そうそう、フリーだもんね。そう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 、出たいんじゃないですか、私も。しがらみがあるって言われるのが嫌なんで。そう、そう、やっぱもう、トモノリは何でも知ってるね。トモノリ何でも知ってる。僕のことをその通りなんです。よかったね。そうなんです、うん、それだけなんですね。それちょっと嫌だよね。そう、なんか嫌なんです、僕、うん、この業界の閉鎖的な、うん、未だにある部分、声を控えてくださいみたいな言われたです。ありえない。それはやっぱり頭くるわ。素晴らしい、ね、うん、じゃあみんなこれからも元気にいろんな仕事を受けたり断ったり。まあ一応だからこれ見てる方も業界関係者もいらっしゃるんで、まあ我々にしがらみはないと。ない、ないね。そう、お金も関係ないから。俺は関係あるよ。あ、いや俺はあるよね、やっぱ文字単価ちょっと意識するからね。マジですか。いや、やっぱ文字5円切るとちょっと考えちゃう。5円、一文字5円切るとやっぱ考えちゃうよ。マジですか。頼みますよ先輩、そこは綺麗に。お、じゃあ目つぶるわ。ただでも書くよ俺これから、うん、いや、ただでは書かない、ただでは書かないけど、まあまあ、行くばっかのお金が発生すれば書きます。なんで我々に、はい、仕事オファーが届くことで、ね、そうです、よろしくお願いします。お願いします, ね、奥さんはあれですよ、多分あの家で。いや違います。それもできないから、あの周りで、火の周りでこう踊ってんすよ、こうやって。あ、あの周りの盛り上げ役。あ、そうそう、はいはい、